はい、ということで名前だけでも覚えてください。吉祥です。加藤でいいんで、あ、加藤です。ご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今日はね、わんこそば、神奈川県にあるね、わんこそばを食べ、食べ放題。神奈川県唯一あるっていう噂で、来たんですけれども、こんなに大食いが苦手っていう二人が、もう、相変わらず、これやるよ、やってやるよ。いける。で、今日は別に早食いっていう、20分の、ルールとして20分制限。で、なんだっけ、この5杯をここにおはじきがあるんですけど、5杯食ったら1個取る。5杯、5杯食べたら1個取って入れる。じゃあ、こんな感じは、じゃあ、このスープ、あー、これは強いね。で、おはじきをこれ、うん、5杯食べる。では始めます。お話しいただきます。どうぞ。いいんですか。ちょっと来て、走りも取りに来て、お椀を持ってくださいますか。はい、はい、どうぞ。では、はい、どんどん、はい、はい、じゃんじゃん、こんな感じです。はい、よいしょ。はい、はい、はい、おっかい、食べないとやばい。はい、どうぞ。はい、どんどん、はい、じゃんじゃん、はい、よいしょ。はい、どっかい、はい、どうぞ。食べてましたか。ご飯分召し上がりましたよ。はい、よいしょ。はい、どっかい、はい、どんどん、はい、じゃんじゃん、はい、よいしょ。どういう感じで、誰も笑っちゃう。え、今何笑っちゃう。どうぞ。はい、どんどん、はい、よいしょ。多分大丈夫。うまいね。どう、はい、じゃんじゃん、はい、十五、はい、よっこい、はい、よっこい、なるほどね。はい、はい、スピード早いよ。はい、いいよ。はい、スピード入れて、はい、じゃんじゃん、はい、じゃんじゃん、はい、よいしょ。なんですよ。これでいいよ。はい、よいしょ。これでいいよ。はい、いいよ。はい、これで5です。これ5、はい、そうです。やば、絶対これ食う時間ないじゃん。全然やればないです。どうぞつまんでくださいませ。はい、はい、食べてねえよ。お海苔なんかをね、ちょっと 2,3 本入れてみます。いただきますと ね、はいはい、お海苔がこんなに美味しかったかな。ほんとですか。確かに、じゃあ乗せてみますか。海苔うめえ。うまっ。海苔これ、うん、あ、忘れちゃった。最後、それで終わりましたよね。これで終わりました。はい、どんどん、はい、どんどん、はい、じゃんじゃん、あった。途中でつゆは飲まねえほうがいいよ。え、つゆ極力飲まないのがコツですよ。あ、こういうこと。こういうこと。まとめにつゆつゆです。はい、まだまだ。ナムコールうめ。はい、どれもこれもみんな美味しいんですよ。味わって余裕がない。卵とか食えなくない。あ、卵はね、絶対人気ありますよ。なんか喉に通んないですよ、こんな。やってみようか、卵。ちょっと一回味ってみてください。全部こじってた。うん、美味しいですよ。うまい。はい、まだまだ。天ぷらのタイミングを迎えて。はい、はい、これ5杯目です。うん、今がチャンス。はい、どうぞ。あ、うまい。はい、どれもみんな美味しいですよ。うん、はい、どんどん。ちょっと今ランプ。時間のか、これ8杯いくんじゃね。ちょうど半分ですね。はい、行きましょう。楽しくなった後5分。はい、楽勝楽勝、行きましょうね。クエちゃん、ちょっと頑張って。ちょっと今ちょっと経験。なんだ、どんどん、ちょっと一回天ぷら味わう。やばいかも。うん、100行くぞ、100。頑張ってください、ね。頑張って100行くぞ。ここでちょっとリンゴジュース。そうですね。いいと思いますよ。あ、クリさんもあと5杯で100じゃん。結構大変だね。やば、リンゴジュース。やばいね。甘いの確かに正解っていうの、今なんか今の分かる気がする。でもあと100行くじゃんね。頑張ってよ。分かってる。120ぐらい行くよ。あのてこのても最後の最強の手はオレンジ。一杯でやりながら、ごかじりで5杯召し上がる方が多いですよ。なる、うん、これも、これ。はい、おめでとうございます。100杯目です、ね。もうやったぜ。はい。やったぜ。あ、あと5杯じゃん。あと5杯で。やった。しっかりしっかり。大丈夫。行きましょう。あと5杯でやべ。あと5杯じゃん、これ。行け、行けます。行ける、行ける、行ける。ちょっと待って。こっからが結構、っていうか何400とかさ、これの。4倍って意味わかんなくない？ 400 じゃなくて700？ はい、そうですよ。食ったより食ったやついいの、やば。行っちゃいましょうか。行っちゃいましょうかね。700ってやば、怖いんだけど。あ、よいしょ。あと8杯。記念すべき8杯目。
エビとともに。はい。はい、おめでとうございます。やばい。はい、こっからはやべ。はい、どんどん。どんどん。え、全然100杯目から増えてるわけ。はい、じゃん。これ増えてる。あ、そういうこと。はい。今日はダウンしてんじゃん。あの、万が一のことがございます。万が一のこと気をつけて。突然の触りの方もいらっしゃいますので、ね、いや、ほんとそう思う。そうそう、YouTuber の方もそうですね。あ、そうなんですか。はい、どんどん。ついでに、あの、インスタだとか他のものにもぜひあげてくださいませ。ハッシュタグしっかりつけてくださいね。ハッシュタグ、うん、これ食べ終わった後にしてもらってもいいですか。ちょっと来ましたよ、リンゴジュースで回復。ラスト1分で、はい、どうぞ。ラスト1分になったらオレンジかけよう。今かけよう。あ、目覚めた。あ、でもなんか言わんとちゅうことわかる。どん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 。はい、じゃん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 。お姉さんの口からハッシュタグって出てくるのびっくりしたよ。もう60過ぎてもう一度すごい、素晴らしい。ハッシュタグ言うお姉さん、なかなかね、おかみはやっぱすごいよ。2分ですって。まだ2分。お礼あげろ。じゃあオレンジパワー。あと1杯。マジで。はい、まだまだ。あと1分。やべ、早かった。急いじゃん。あと1杯。早い。早い。あ、30秒。俺 YouTuber だ。俺は YouTuber。 あとご飯食いて。頑張れ頑張れ。行け。はい、おいしょ。ね。あと1回。あ、おん。うわ。うん。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れのところ、はい、前掛けを取っていただいてもよろしいですか。終わりました。結果、123杯。お、終わりました。はい、お疲れ様でした。はい、クリアなさったので記念品を。おお、すげえ。僕まだ数字発表しないですけど。どうぞ発表して。俺らグイグイおかみ来るんだよね。僕は125でした。はい、よく頑張られました。ありがとうございます。ご苦労様です。はい。それで100以上並べましたので、はい、あの2種類記念品ございます。こちらの2つお持ち帰りいただきたいと思います。これ何？縁結びと？はい。百幕はね、このキーホルダーでございます。ちょっと一瞬見せてもらっていいですか、これ。そちらの岩手しずく市の方の民芸品でございます。そうなんですか。あ、そうなんだ、これ。本当の民芸品なんですか。はい、これが民芸品、見本って書いてあるけど、これのどっちかがまあもらえると。はい、迷わず縁結び。迷わず縁結び。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ、いただきました。民芸品で。はい、おめでとうございます。あ、ありがとうございます。いただきました。これで。いただきました。こちらが記録ノートでございます。記録ノート。名前を。お、ちょっとこれ見てもいいですか。いや、別に映さないんですけど、このページでトップかなと思ったけど、一人いた、上がニート。24歳のニートすげえな、やっぱり。でもその次ぐらいの俺らすごいよ、120。確かに。てかすごいんだ。え、女性500いってる人いるよ。港区女子です。港区って書いてあるよ。やばい。てか、ね、東京なんだけど。どうした神奈川県に。横浜の人誰もいないんだよ。地元誰もいない。番外編上戸彩さん。え、番外編。あ、番組でね。番組。9杯。ちょっと食わなすぎじゃないですか。9杯ってほぼ食ってないよね、それ。2分9。逆に上戸彩さん9杯ってこれどういうこと。でも藤井隆さん26杯。少なくねえすよ、また。え、これなんか量違くない。でも2分間。あー、割るとか。この701位の男性が705杯なんですよ。変わらんな。100杯つけて。そうだね、大体平均はまあ100ぐらい。100、そうだ、100から80の間かな、イメージ。タモさんもいいよ、タモさん笑っていいと思って書いてあるからね。いや、売れるぞって。売れてやる。そうだ、夢になりますんで。お、書かせていただきました。はい。よくでも勝ったの、あの途中であのエビ天とかカメだ。そうだから思った、不正。は？もう全然食ってないじゃん。いや、俺これ多分食わなければあと5杯はいけない。いや、だって味を変えただけで。戦略。何も食ってないじゃん、ほとんど食ってないじゃん。うまー。
普通にうまてかすごいね逆にん、味をそんなに変えないで食う方がすげえよ。うん、意外とね、お食は保守的なんだよ出ました名言こちら横浜にある立花、あの、なんていうの、お面白いおかみがね、よいしょって言ってくれる、元気こっちからグイグイ来るからさこんな来るみたいな俺も絶対笑って飽きそうになったもん何回もあの、なかなか面白い、さすがやっぱりあのこの動画はね、あの面白かったから、ね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、ということで、また次の動画でお会いしましょう。クリショー、どうもありがとうございました。すごいですよ、これ。なんと、奇跡の世界の終わりが来てますと。もう、DJ ラブ160杯。中地182杯。で、なぜか深瀬君2杯って。サブちゃん、サブちゃん、星マークですけど。どういうこと？イーガールズさんもいる。ブラタモリ。スマイレージ。全部さ。こっち番組系ですね。桃よクローバーさんが来てるやつ。岡村さんも、エリーズコートさんも、猫ひろさんも来てると、すごい、さんま大先生とか、ペナルティヒデさんとかも、すごい、タモリさんも来てますよ、今野あさみさんとか、尾形直人さん、ジャイアンツ翔さん、スギちゃんとか。